宛名のゾーンに持っていくんだけど、その使えるエンチャボンばっかりに変換しちゃった。だって、現実。どうも、マグニーでございます。皆さん、お元気でいらっしゃいましたでしょうか。というわけで、本日もやってまいりたいわけでございますけれども、先日、ついに私、エリトラをゲットしてしまいました。ということでですね、本日はね、その辺めでていきたいと思うんですが、まあ、特にやることがないって感じなんでございますね。でも、一応、収録外で、あそこ放置させていただきましたので、その辺の結果も見ながらですね、何やるか決めていきましょう。やってまいりま、ショーだ。ここにね入ってんのよ、シュルカーちゃんが。ついに私の手元にシュルカーちゃんがって感じですよね。2つありますよ。これは今までこのエンダーチェスに入れていたものを入れております。でこちらにエンドでゲットしてきたものが入っております。チェストが2つあるので、またシュルカーボックス作れちゃうねとか、そういうことでございますよ。はい、じゃあアイテムの整理とかやっていきましょうかね。まずね、収録外の結果は後ほど見に行くといたしましょう。よーし、いくぞ。いやー、ほんとね、この辺りの倉庫もこう手詰まりになってきたなっていうね、ところもあるわけでございますよね。皆さん、この新しく手に入れた装備とかをうまくなんか使えればいいなと思ったけど、これ束縛の呪いはついてちゃダメだよなという結果ですわな。なのでこっちちょっと入れときますね。もう楽しくて楽しくてチェストいっぱい作るね、シュルカーボックスを作っていきたいのですが、むやみやたらで作ったとしてもですね、そこはねあんまり作っちゃったむやみやたらに作ってしまいました。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとちょっとちょっと、ここにね、じゃあ空のシュルカーボックスたちを格納して、そうだな、1個ぐらい出しとこうか。やばいね、充実してきたね。充実、これぞ充実ですよ皆さん。ここのおやつをまあ一旦整理いたしましょうよね。整理してエリトラ、あ、エリトラも出してね、整理いたしましょうよ。ここも、うん、まあまあまあ、もう順を追ってね、ちょっと待って、ちょっと時間かかりそうなんで整理いたし、まーす。はい、ちょっと整理させていただきました。そうですね、ここに、まあまあ、使わないものたち、っていうかね、これもいらないんだよな。捨てちゃっていいですか、ここの辺、こいつとか。盾も持っとかないといけないなという感想ですね。盾とかハサミとかもやっぱり常時携帯しておいていいんじゃないかという感想でここに入れます。基本的にここに入ってあるのが一番出し入れするというか、今までエンダーチェストに入っていたもの。はい、でこれ今からやりたいの見てね。まずダイヤのシャベル、これがゲットしたやつなんだけど、もともとあった結構強めの後で作ったやつに修繕をつけることができる。でさらにこちら、なんと、この俺のレギンスに対し修繕をつけることができる。そしてエリトラをどこかに飾る。この3点が俺今やりたい、これから。でここはもうゴミ、今から捨てたいやつなので、ちょっと待ってよ。これはこうして、これは今日今からやるやつとね、これを取ると OK。 まずはゴミ箱に行きましょう。さようならとさせていただきます。燃やしてね、鉄くずに変えてもいいんだけど、もうそれはもう今はいいとで、ポーションを持っているので、このポーションをあちらのゾーンに持っていくんだけどさ、その前に、収録が一番の結果見に行こうではありませんか。ただいま、おかえり。はい、そんなこと言ってる場合じゃないね。ここにもエンダーチェストを置いとこうよという、意見があったんですよ置いとけよってか、なんでここに置かねえんだって。逆に必ずしも置かなきゃいけねえ、置かんといかんだろここはっていうご意見がありましたので、まあとりあえず置かせていただこう。まだ余ってるのでよし、空のやつ一つ持って入ります。それではここに設置いたしまして、オープンいたしましょう。ここはこれが入ってるだけ、オープン。よしよし、まず整理していきます。いらないものたちを捨てる準備だ。便利だろ、シルカーボックスが便利すぎるぞ。ただしこう開かない、こうね、アイテムがなんか引っかかったりすると開かなかったりするけど、シルカーボックスは方向があるからね、横向きとか上向きとか、これは上向き、これも横向きになってる、これ横向きになってる。お、ちょっと押されるのよ、いくよ、押されるのよ、ほら、まあ、そういう特性があるよという話ですね。で持って帰りたいもの、さあでは結果発表まいりましょう。いきます、ほっ、いきます、ほっ、いきます、ほっ、おー、落下耐性。いきます、ほう、あー、やった、いきます、ほう、ほう、お、効率強化4、いい、はぁ、うん、はい、なるほど、
はい、というわけで抽選1個ゲット。ナイス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 で、持って帰るのも別に修繕だけ使えればいいかなっていうところでね、修繕がゲットできたということでいろいろとね事情が変わってきますよね。シュルカーボックスを回収し、よしで、ここに修繕を入れて、もともとの入っていたこいつからここにある修繕をつけたいもの、もちろん今回はこのヘルメットだよね。もちろんというのもどうか分かりませんけど、ほらもうこれでかなりいい感じになってきたよ。今日やることがどんどん決まっていってるようなイメージです。じゃあこれももういらなくなるな。こいつも、あ、こいつも、あ、でもまあ予備として入れといてもいいかもしんないんだけど、予備は予備で綺麗に、あー、もう待って、ちょっと待って、頭がもう頭が楽しくて悩ましくて、もうよし、ちょっと移動するぞ。ほい、下の倉庫まで行こう。よいしょよいしょ、おーっす、おーっす。まずはこの治癒のポーションここに入れて、でここの使わないエンチャボン、今は使わないエンチャボンをしっかり格納していく。ここもね、経験値いっぱい貯めて使えるエンチャボンばっかりに変換させてやろうとかも考えてますね。そういう機会があればやりたい。あとこれは全部向こうだな。で残りはこれはいつものやつ、よし、後で来るから、花どこ使いな、後で来るから、まずゴミポイってしに行こう。すっきりさせたいところだね。あれもやりたい、これもやりたいがね、急遽現れた感じで、すごくこう楽しいようなもどかしいような、ここにあるやつ全部ゴミ箱にポイ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 、たっぽい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 。時はまさに世紀末、淀んだ街角で僕らは出会った、キーピョッパーに輝けた、タタタタタレレ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 、待ったらなきゃ、ノーボーノーケー。 OK、 さあでは見ていきましょう。じゃじゃん、まずはこの辺ですが、このエリトラのことを先にやっておきたいなっていう気持ち。ああ、つけちゃった、あーはーはー、あーはーはー、つけちゃった、あーはー、あー、飛ばないよ、飛ばない飛ばない、危ない危ない、飛ばないよ。俺はまだ 1.13 になるまで絶対に飛ばないんだぞ。ほらまだ耐久減ってないよね。一回も飛んでない証拠さ、一瞬飛んでる、飛ばないからな、飛びて。はい、エリトラもじゃあ向こうの方に置きに行こうかな。もう歩いて行きますね。大馬さんいらないわ、もう今日も元気だから俺ね、私元気だからもう歩いちゃう、もう元気なんだよ。よし、経験値の方もおそらく35あるのである程度できると思うんです。まずこのシャベルに対し、うわー、逆は、うわうわうわ、あ、18に減った。うわ、どうしようかな。でもあー、どうしよう、悩ましげ。いや俺先にこっちだな、うん、先にこっちするわ。修繕、俺のヘルメットに修繕がつきました、なので装着しました。素晴らしき修繕。じゃあレギンス、このレギンスに対して、つけたいと思いますが、こっちでいいな。15かかるけど、もう名前ついてあるものに対してつける方がいいです。やったー、レギちゃんが来ました。次はブーツに修繕だな。あと、経験値15じゃこいつできないので、うわー、18っつったよね、経験値ね。もうちょっと貯めに行こうか、せっかくだしね。そうしましょう、そうしましょう。ねえねえ、そうしましょう、そうしましょう。じゃエリトラを飾るのは最後だ。経験値稼ぎに行くぞ。やっぱり、元気だけど、さすがにあそこまで俺歩けないわ。ちょっと、だって、あの現実世界でいうと駅3駅分ぐらいあるぜこれ。本当かよ。イエス、18だったよね。うわ、あ、先に経験値貯めたいから外しとくね。よし、めっちゃたまんの時間かかるけど、なんとかたまったよって、うるさい。そして寝る。おし、あ、おし、あ、はい、あ、はい、よし、いくぜ。じゃあ、シャベルを合体させ、え、いいね、いいね、いいね。センキュー。わかる人にわかるネタを言うとですね、スレインの歯。ははー、日本語に訳した人。日本語に訳した人誰？つうわけってやりますか。シャベルを作る。二つあるといいんです。いいんです。いくよ。俺のシャベル。2、
はい、ありがとうございます。よし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 、この俺のシャベル2はしっかり保管しておきますよ。常に、常備するものではないものですからね。あとでも修繕がここのチェストプレートのやつとブーツだからあと2つで修繕も全部クリアになるんじゃないか。あーまだだ、違うか、ヘルメットとチェストプレート、あ、これでもそうだね、これで全部クリアになるね。よし、修繕チャレンジもっと頑張ります。いいしょ、からのいいしょ、そして取る。エリトラをどこに飾るか、もうね、やはり自分家じゃねえかっていう気はしますよね、飾るとするなら。もしくはこの村の 1.13 が来るまでの間のシンボル的な、ご神体的なマグロ大名人じゃないですけれども、そんな感じで祭ろうではありませんかとね、いうことでございますよ。じゃあ何か作りましょう。超簡単な飾る台を作ってエリトラを飾り、今日は終わりです何をしたわけでもないが、よし、適当なブロックを持ったぞ。あまりこの辺の雰囲気にそぐわないブロックを持ってきてみました。大きいものを作るわけではないので、どうしようかな、ご神体という感じで作るとなると、初期リスに近い方がいいかもしれないな。ってことでこっち側やっていきましょうね、ご神体。本当にね、初期リスってこの辺なんですよ。よし、じゃあここだ、ここにエリトラを飾るご神体を立てたいと思います。はいはい、もう完全に勢いです。はいはい、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 悪くないな、はいちょっと待って、なんだろう、なんだろう、何かが違う気がするのは何でなんだろう、何かが違う気がする、あ、分かった、ちょっとこの直差しがいかんのですよ、多分この上立てらんないのかな。あ、さすがに無理か。あ、立てれた、言うてこれも変だななんかロボットみたいになってんだけど、こういうのを求めてたわけじゃないんだよな。おお、いいじゃん。あ、なるほど、でもロボットっぽいな、どこまで行っても。石英ハーフがあるぞ、待ってよ、石英ハーフを、あと3つ、後ろにも設置で、ガラスの何なんだこれは、上がなんかやっぱ変だな、ここが違うね、ここがやっぱちょっと変だよな。言うてさ、全部さこうやって置いたとしても、うん、それはそれでいいか。で、どこにエレトラ置くんだよ。で、どこにこれ、この形、どこにどうやってエレトラ置くんだよ。ここだけ取るわ、前だけ。はい、で、ここにこうして、はい、はい、というわけでですね、ちょっとここの写真も1枚撮らせてもらおうかな。はい、というわけでですね、今回はエリトラを、飾るということでですね、 1.13 になるまで私はこのエリトラ使用することはありません。修繕とか耐久さんとか、その辺があれば、エンチャントをつけることはするかもしれません。そのあたりご了承くださいませ。お、見つけた、俺の剣の餌食となれ。ああ、物にするわ。それでは本日誕生日の兄弟を送るプチチャレンジのコーナーやってまいりましょう。いや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 いつわけでつわけで、どうしようかな、何を行いましょうかね。じゃあ寝てから考えますかね、もうね、寝てから考えますね。うん、寝てから考えます。おいす、あ、お、あ、すげえ、よし、では決めました。私、常に何かが入っているシルカーボックス、これを名前つけて色付けします。チャレンジイエーイ。じゃあコンちゃん行こうではないかということと、色付けなので、ちょっと待ってね、あ、赤色あるじゃん。じゃあまずね、こいつに赤色をつけます。おう、ほうほう、で名前が付けられるので付けに行くんですけど、経験値が足りないので稼ぎに行きたいと思います。はい、本日2回目なのでぶっ飛ばします。経験値1あれば名前つけれると思うんで。おー、びっくりした、びっくりした、もう、おっしゃ、1いった、じゃあな、もう用はない、グッバイ。シーズン2始まって初めてのマイシルカーボックス
って形ですかね。で名前どんどんつけていこうと思うので、皆様からシュルカーボックスのそうですねシンプルな使い方がいいかな。もうシーズン1でやってたようなことはなるべく同じようにはしたくないなっていうのがちょっとあったりするんで、なんかちょっと違うアイデアが欲しいなと思っております。僕自身でも考えておきたいと思うので、ぜひリクエストお待ちしております。マグニーのファーストボックス、ヘイ、ね、セカンドバック、うわバックにしときゃよかった、くそ、なんで俺バックにしなかったんだ。はい、ファーストバックにすりゃよかったよ、くそ、あーファーストバックにすりゃよかった、本日誕生日の兄弟おめでとう、イエーイ、やりましたね、イエイエイ、ではでは兄弟通信参りましょう。三寒四温ですな、まさに 40% 暑くなったり寒くなったりですねっていうね、もちろんこの三寒四温という言葉自体、四字熟語自体、使うタイミングが全然違うんですけど、まさに暑くなったり寒くなったりでしょうね。勘弁してほしいね。睡蓮で道を作ってるのを見ると、木蓮の歌を聴きたくなる、ハテナになってますねこれ、木蓮の涙ですね、会いたくて会いたくてですね。神うますもして神うます、兄さんの声好きです癒されます、みんなの米好きです癒されます。今日は画像はございません、いつも皆さん愛のあるコメント、そして、画像とありがとうございます、私ね PUBG の配信とかやってるんです、そっちのねサムネを作ってくれたりとかということで画像をたくさんいただいておりますので、そちらの方もねぜひご覧いただければというふうに思っております。それでは皆さんまた次の動画そして配信でお会いいたしましょう。あ、じゃあね、バイバーイ、ほなー。